はい、こんにちは、あきらです。それではスタンの課金装備評価をやっていきましょう。今回比較するのはこちらの剣と鎧です。で、いつものように先に結論を言っておきます。今回は鎧優先です。スタンの、ね、課金装備はね、2つともね、どっちもすごくいいんですよ。もう本当大丈夫かこれってね、突っ込みたくなるぐらいね、いいんですけども、まあ、今回はその汎用性っていう点で考えて鎧優先という結論になりました。で、その件についてこれから話をしていきますので、よろしければ最後までお付き合いください。ではそれぞれの性能について見ていきます。まず剣がディムロス、属性付与が炎、ストレングスプラス241、ディフェンスプラス23、特性が武器を1つだけ装備時ブレイク値プラス 100%、 炎属性光源ダメージプラス 20%、 ダメージ上限プラス3000。鎧がスタンの鎧、ディフェンスプラス274、マインドプラス156、特性が常にヘイストの効果、敵から受ける物理光源ダメージマイナス 10%、 自分へのクリティカル発生を無効化、属性耐性とステータス上耐性はありません。というわけで、まず剣についてですけども、今回は突追加が3000でした。英雄枠でいうと1つ前のベインが2000、その前のアデルが3000だったので、まあ、現在の基準通りの上限追加となっています。で、合わせてダメージバフもついてますんでね、有料仕様の装備と言えます。で、最大の特徴はブレイクプラス 100% ですよね。で、スタンはデバイスヘビーが最大時でプラス 150%、 一等ブレイカー2でプラス 150% すでに乗っているんで、そこにプラス 100% 追加されるんで、えらいことになりますよね。で、現時点のスタンのブレイクの感じについてはね、横に動画出しておきますけども、これデバイスレベル0の状態ですからね。でもこの時点でも結構すごいんで、ここにプラス 100% が追加されてきますんでね、かなりブレイク力は高くなると思います。続いて鎧について、こちらはオートヘイストがついてきました。事前評価の際も言いましたけれども、第一弾の2人はいずれもオートヘイストを持ってなかったんで、まあ予想通りといえば予想通りなんですけども、専用装備についてきました。そして物理ダメの軽減がありまして、クリティカル無効がついてきました。これは超貴重性能です。例えば技能スキルのロイヤルアーマーって軽減止まりなんで、クリティカル無効って神獣ラグレインの個性だけだと思うんですよ。なのでクリティカルを無効化するっていうのはね、すっごい貴重な性能なんですよね。で、クリティカル無効ってことは、単純に被ダメージ量を減らすっていう効果だけじゃなくて、アリーナだったら相手がプラウドフォースで回復することを阻止するっていうね、すごい役目もあるんですよ。なのでそういうすごい性能を持った専用鎧となっています。ただし属性耐性も状態上耐性もなかったのは残念かなと。スタンは氷属性がね、マイナス30とかなり大きな弱点なんで、そこは補強してほしかったと思うのと、状態耐性は暗い目が弱点で、アタッカーにとっては重要な呪いは耐性止まりで、麻痺は耐性もついてません。なのでこのあたり、その弱点の暗闇補強もしくは呪い補強で無効化にしてくれるっていうぐらいはね、ついてた方が良かったかなと思います。というわけでまとめますと、剣はダメージ3000追加とブレイク値プラス 100%、 鎧はオートヘイストと物理ダメカットとクリティカル無効となっていまして、いずれも希少な性能を持っていて、有料仕様の専用装備といえます。ではなぜ鎧優先と結論付けたかというと、決め手はクリティカル無効というか、正確に言いますとブレイク値プラス 100% の使いどころということで、昨夜からショート動画などでスタンの性能をいくつかお伝えしてはいるんですけれども、ブレイクする前に倒すんですよこいつ。なのでそのブレイクのね、凄さ自体が活躍する機会ってどれだけあるんだろうって思うんですよ。そのどちらかというと、持ち前の超火力で殴り続けて HP がやたら高いボスだったらブレイクする機会っていうのはあるとは思うんだけれども、それ以外だったらね、まあその前に倒しちゃうと思うんですよ。で、ブレイクしないとダメージが入んないボスとかっていう場合だったら、ゴブルとか DXR 連れていった方がね、多分早いんですよ。で、そうなるとスタンのブレイク力ってもうすごいおまけがついてるっていう程度に、ね、思った方がいいと思うんですよ。で、そのおまけであるブレイク力を生かすための装備に枠を使うぐらいだったら、火力とか耐久を伸ばす方向に使った方がスタンを活躍させることにつながるんじゃないかなと思いまして、で、そう考えると鎧のクリティカル無効が貴重だという点はもちろんのこと、オートヘイストを後付けするコスト、スキルコスト14という負担がなくなるっていう点を考えてみて、鎧優先という結論になりました。
で剣との交換が決して間違っているとは思いません。火力を伸ばすという点ではトツさんは僕も欲しいと思います。あくまでアキラの視点からの優先度の話なので、皆様ご意見ありましたらぜひコメント欄にお願いします。新章交換の最終判断は皆様ご自身の責任でお願いします。スタンの課金装備評価は以上です。高評価するかどうかはお任せします。まさかこんな世界があるなんてな、世界は広いなんて言葉だけじゃ言い表せねえよ。